先生のことが好きになってしまいました。別の学校に移動してしまって、もう会うことができません。悲しいです。このまま先生のこと好きでいてもいいのでしょうか。好きでいてもいいと思います。ただ、先生しか好きになれない、その先生だけをずっと愛するっていう選択は、一般的にデメリットの方が大きいと思います。同時に複数の人を愛せる方法を身につけた方が人生幸せですよ。一個の恋愛引きずらなくていいっていう圧倒的なメリットがあるので、素敵な人は世の中いっぱいいるっていうことは意識してもいいと思います。ただ、本当にもう忘れられない恋愛をしてるんだとしたら、今すぐその方にその旨を伝えた方がいいと思います。もう別の学校に行ってしまうので、後腐れないと思って、今好きだっていうのを伝えるのがいいと思いますね。ただ、その先生が肉体関係を求めてくるんだとしたら、あなたが未成年だとしたら、それはまずこれから先生に好きだっていうことを言いに行きますっていうことを、最寄りの親には一言言っといた方がいいと思います。分離の選択に迷ってます。私は理系に進みたいと思ってるんですが、定数的には全体的に文系か評価が高い傾向にあります。どっちを選んだら、またはどういう基準で選んだらいいでしょうか。理系を選んだ方がいいと思います。理転するのは難しいんですけど、分転するのは簡単なので。分離の選択で迷う場合、将来とかの、ね、要素じゃないですもんね。文系の学部に進む方っていうのは、基本的に理系に行けなかった人が行くので、はい、最初は理系を選んだ方がいいと思います。最初からその先が見えてるんだったら、こういう質問は来ないと思うので、基本的には理系に行けなかった人が文系になってると思って、少なくとも学部選びではそう考えて差し支えないんじゃないでしょうか。なぜ最後には死ぬのに生きているのでしょうか。最近そればっかり考えてしまい、不安や恐怖で頭がいっぱいになってしまいます。最後が死ぬかどうかと生きてるってことにも関係ないと思うんですよね。楽しいことがあるじゃないですか。そんな時って死とか別にどうでもよくないですか。美味しいものを食べて美味しいって思うことと最後が死ぬことって関係ないじゃないですか。生きてるってことと最後死ぬってことはあんまり関係がないと思います。話したいことがあっても勇気が出ないとき、どうしたらいいと思いますか。勇気であり何なりっていうブレーキが働いちゃうってことは、そこまで話したくないって思ったらいいんじゃないですかね。カズレーザーさんはテレビや YouTube などさまざまなメディアで活躍していますが、してないんですけどね。芸能界に限らず、さまざまな業界で有名になって、その業界の第一線で活躍できる人と、そうでない普通に就職して普通に働いて人生を終える人の違いは何だと思いますか。普通に就職して普通に働いて人生を終えることができる人が立派なだけで、普通じゃない人っていうのは、普通じゃないことやってたまたま成立してるだけです。ものを考えて生きてるのは普通の人です。自分の意見でいいなら、私は一回しかない人生なんで、そんなに頑張りたくないっていうのがあるんですよね。なんで頑張ってなかったら、なんかこういう生活ができるようになりました。たまたまです。それは普通の人の方が偉いです。恋愛関係で満たされたことがなく、とにかく満たされたい一心で恋愛ファーストの生き方になってしまい、そんな自分が好きになれません。どうしたらいいですか。恋愛だけで人間は満たされないので、恋愛ファーストってそんな生き方だと思います。他にも人生ってものを埋めるものはいっぱいあります。そうですね、恋愛ドラマとか恋愛漫画、恋愛映画、恋愛作品ってのは世の中にいっぱいあるんですけど、人間はそんな恋愛だけに夢中になるほど暇じゃないです。他に満たすものいっぱいあるので、恋愛はもう20番手ぐらいに置いてもいいと思いますよ。仕事をする上で大事なのは、給料の高さ、職場環境、人間関係、両方ともトレードオフの関係にあるので、どっちも大事ってことなんじゃないですかね。この職場環境でこのお金だったら満足できるとか、ことじゃないですか。職場環境完璧、給料スズメの涙で、あんま満足する人はいないと思うの で、給料バーカほど高い、でも職場環境激悪でもやっぱ辞める人は辞めるじゃないですか。どこまでそれぞれ妥協できるかってことだと思います。でも給料の高さの方がどっちかというと重要かなと思いますね。残念ながら往々にして給料高いところの職場環境って良かったりするので、まず給料っていうのを重要視してみてください。どうしても一人暮らしがしたいのですが、お金がなさすぎて生活するの精一杯で、一向にお金がたまらず、全然一人暮らしができそうな気がしません。一向にお金がたまらず、都内は高いんですけど、地方行ったら全然やりようはあると思うんですけどね。どこでどういう一人暮らしをしたいのかによりますね。現在高3です。一旦受験落ち着きました。状況によって変わると思うのですが、勝って得るものと負けて得るもの、総合的にどちらが大きいと思いますか。勝って得たものっていうのは実際の利益、実利で、負けて得たものっていうのは慰めの言葉とか、言い訳とか負け惜しみだと思います。負けて得ているものはないです。基本的には勝つために人間は目標を持って生きてます。
負けた時に何か得たなっていうのは、場合によっては何言ってんだこいつって思われるんですけど、勝って得たものっていうのは大概の場合なるほどってみんな納得してくれるので、勝った方が、勝たないと何も得られません。今の生活楽しんでるはずなのに不眠と過食が止まらないのはなぜだと思いますか？今の生活を楽しんでるっていうのが正しいとしたら、枕が合ってないのと栄養が足りてないんじゃないでしょうか。でも過食っていうところは太ってんのか。まあでも自分でもお気づきの通り、今の生活が本当は楽しくないってことなんでしょうね。高2男子帰宅部です。バイト探し中なのですが、おすすめのバイトありますか？どれぐらい欲しいのかな。基本的に割に合わない仕事ですよ、高校生に振る仕事なんて。だから稼ぐのは難しいと思います。テレアポとか得意だったら、まあ、高校生と一番稼げるかな。稼ぎたいんだったら、まあ、もっと別の方した方が、バイトじゃないことをした方が僕はいいと思います。バイトってのはやっぱ時間で自分を一番安く売ってしまう方法なので。悪魔のような分身にいつも俯瞰で見られている気がします。この感情どう扱ったら。寝てください。ちょっと疲れてるんじゃないのかな。1歳8ヶ月の子供がいるパート主婦です。特に何の資格もなく在宅で週3日パート勤務しています。本当はやりたいことを職にしたい気持ちはあります。2週前に日本語教師の講習を受けましたが、試験勉強に身が入らず検定は取れていません。勉強時間確保の方法や日常的に天に触れられるようにすればどうしたらいいでしょうか。勉強に身が入らなかったのか、多分今の状況だと余計資格を取るのは難しいと思います。今本当にやりたいことがそれなのか、ただ今の週3日パートっていう状況が納得いかないから別のことをやりたいことっていうんで憧れてるだけじゃないのかっていうのを一回考えた方がいいんじゃないでしょうか。12歳年下の職場の男性のことが好きです。おー結構したっすね。今彼女はいないようですが好きな子はいると話してくれてます。あーじゃあ難しいのかな。彼はおそらく私に対して何でも話聞いてくるお姉さん的な思いなんだろうなと思ってます。なるほど、お姉さん的な人だと思ってますって感じる場合って往々にして何とも思ってないケースが多いので、今のところ難しいと思いますね。どうしても可能性があると思って今文章を書かれてますけど、可能性はないケースの方が僕は多いと思いますね。お姉さん的な人って何とも男性は何とも思ってないことが多いです。お姉さんと付き合いたいと思うのはゲームとか二次元の世界だけの話で、実際お姉さんと付き合いたいとはやっぱあんま思わないので、ちょっと難しいんじゃないかなって思いますね。学校で長崎に研修に行くので後日レポート作りパワーポイントでみんなの前で発表するんですが、面白いテーマとかありますか？長崎に少しでも関係してれば何でも良いのですが、長崎といえばやはりさだまさしさんです。さだまさしさんの名曲についてパワーポイントで発表してみてください。あとは長崎の離島五島列島とかね、ああいうところの文化とかすごく面白そうですけど、でも研修に行く場所は決まってるんだから、もうその場所のテーマで発表するしかないんじゃないですかね。本当に何でもいいだったらやっぱりさだまさしさん、福山雅治さん、ジャパネットなど長崎のことについて発表したらいかがでしょうか。長生きしたいとおっしゃられていますが、それは生きているのが楽しいからですか？まあ、楽しいからですね。それとも死が怖いからですか？まあ、死ぬのも怖いですね。自分と仲の良い人たちがみんな先立ってしまったとしても長生きしたいと思いますか？長生きするのは、やっぱ生きてるのが楽しいのと死ぬのが怖い、両方ありますね。仲の良い人たちが先立ってしまったとしても別の人と仲良くなったらいいなって単純に思います。やっぱ長生きはしたいですね。不老不死になりたいって本当に思ってますね。死ななくなったら初めて人間って今の経済っていうものから解放されるから、なんかどんな社会になるんだろうっていうのがやっぱずっと興味があるので、それをこの目で見てみたいなっていうのをやっぱ思うんで、めちゃくちゃ長生きしたいな、で不老不死がなんか実現された世の中に生きてみたいなって単純に思うだけですね。でも多分生きてる間無理っぽいのでずっとビビりながら生きてます。死ぬのは怖いですね。子供の背を伸ばしたり体格を良くするために何が必要だと思いますか？なんだっけ、発酵カルシウムじゃない、なんかカルシウムの種類であるんですよね。オランダはそれを国策じゃないけど結構多めに摂取するようになってから身長が伸びたみたいな話があったと思うので、それがいいんじゃないですかね。あとはやっぱり垂直方向の刺激があると伸びやすいっていうのは昔から言われてるんで、まあ、実際にどれぐらい本当なのか分かんないですけど、やらないよりはやった方がいいんじゃないですかね。最近ね、骨延長手術、それをやってる人がね、よくインフルエンサーとか、配信とかやったりするんですけど、やっぱり運動能力は落ちてしまうので、そうね、子供の頃に頑張らせるしかないんじゃないですかね。ただ子供の背を伸ばしたから
ってね、めちゃくちゃなわがままですよね、親の。これは難しいんじゃない、食生活習慣だけでは遺伝子は超えられないと思うので、まあ、でもいろいろ頑張ってみてください。垂直方向の刺激が大事なんじゃないかなと思います、運動に関しては。社会人3年目のものです。現在目標という目標がなく路頭に迷ってます。どのように目標を定めればいいですか。路頭には迷ってたら困りますね。目標どころじゃないと思います。この多分言葉の使い方間違ってると思います、はい、人生の、ね、目標がないとかの迷い方なんですけど、路頭に迷うっていうのはもう家も何もないっていうことなので、はい、ちょっとこの方心配ですね。一度国語辞書を引いてください。目標は別に何でもいいと思いますよ。ダイエットとかでもいいんじゃないですか。クリアしやすい目標何でもいいで見つけてください。でっかい目標なくても人間そんなに、むしろちっちゃくてもクリアできる目標の方がね、そういう目標を作ることに慣れた方が人生幸せになると思います。現役で教員をしています。あ、そうですか。正直毎日12時間以上労働しており、かなりしんどい思いをしています。教員の働き方の現状は改善されると思いますか。あと何年ぐらいで改善されると思いますか。いや、改善難しいんじゃないですかね。本当に先生方はやること多すぎますよね。その生徒の親御さんがそれぞれ教師に求めているものが違うので、やっぱどんどんね、雪だるま式に仕事が増えちゃいますよね。それをやっぱ文科省が決めてくれない限りは、やっぱりまだまだ無限に増えていくんじゃないかなと思いますね。あとはこれはもう教員の方の仕事を減らすことになると思うんですけど、今後必要ない重要度の低いであろう科目というのは明らかにあるので、それをやっぱ削らないとね、そういうところをやっぱ合理化しないとなかなか仕事ってのはね、改善されないんじゃないかなと思いますね。本当に無理なさらず頑張ってください。好きになれないかも、好きになれないかもと思い付き合って1ヶ月で別れてしまった人を半年近く経っても忘れられません。今思えばとても理想的な方で、ゆっくりと距離を取ってもらえれば好きになれたのかなと日々悶々としています。もう終わったことだと割り切って次に進むためにいい方法ありますか。ああ、文面を読んだ限りこの方のわがままで別れたんだから、別れた相手はもうあなたのこと好きじゃないと思います。割り切るも何も次の恋愛を探すしかないんじゃないでしょうか。もう絶対に戻ってこないと思いますね。なんかまだいけるってどうしてもね、自分から別れたって思ってる時っていつでもやり直せるって思いながら行きがちですけど、人間ってすぐに次の好きな人を見つけることもあるんで、もう元の際に戻んないで、はい、忘れるしかないですね。何にもならないです。可能性はゼロです。いつかクイズプレイヤーとして強くなって、私と勝負することを宣言します。なるほど、そうですか。いや、宣言されてもな、もっと強い人を目指した方がいいと思いますよ。競技クイズは競技クイズの、ね、強い人がもっと強い人山ほどいるし、映像を見て答えるクイズは多分僕相当強い方だと思いますけど、でももっと強い人は多分いると思うし、東大王的な形式だったら東大王の人の方が強いと思うし、クイズプレイヤーって言ってもね、どのジャンルかによると思いますよ。もっと上目指してください。そうね、なんかめちゃめちゃ強い人になってほしいですね。最近事故りました。どういう、駐車場で無人の車にコツンとぶつけてしまいました。事故の相手に友達になってほしいと言われ、なんやかんややり取りの後友達になりました。事故当日深夜だったのもあり会えてなかったので、先日初めて会い食事をしました。悪い人ではないのですが、ご飯粒をめちゃくちゃ残してる食めちゃめちゃめちゃくちゃ残して食事を終える人でした。そこがどうしても受け付けません。そして相手は気に入ってくれたようで好意を持ってくれています。友達として関わっていいでしょうか。そうですね、すごく面白そうなので、友達としてもうちょっと深い付き合いをしてみたらいいんじゃないでしょうか。何かすごい話が生まれそうなので、とりあえずしばらくは付き合ってみてください。なんかもうちょっと仲良くしてください。カウンセラー系の資格を取得したいのですが、勉強すればするほど自分のちょっとした受け答えや何気ない一言が他人の人生に影響を及ぼす可能性があることに怖くなってしまいました。カウンセラーに向いてないでしょうか。カウンセラーっていうのは本当素晴らしい職業だと思うんですけど、カウンセラーで儲けてる人の、一部には自分のちょっとした受け答えや何気ない一言が他人の人生に影響を及ぼすっていうのを悪用とまではいかないですけど、自分に都合よく使ってる人も多いです。だからでもそれを嫌だって言うんだったらちょっと向いてないかもしれないですね。ただそうね、めちゃくちゃ稼いでるカウンセラーの人ってどっかでドライなとこありますもんね。全部
相手のクライアントの悩みを聞いてるわけにはいかないですもんね。自分がぶっ壊れちゃうから、どっからそれは気に張らせる人の方が向いてるんじゃないかなと思います。でも本当にね、人の心の悩みとかを助けてくれるカウンセラーになってくれる人がいなくなると困るので、まだとりあえずは目指してください。やる気が出ないから勉強したくないとか言ってる場合じゃないくらい受験が迫ってきて怖いです。やる気が出ないときはどうしたらいいですか。はあ、でもやる気が出ないんですか。やる気と勉強を分けて考えるのがいいんだとは思うんですが、どうでしょう、分けられないですかね。いやでもやる気が出ない、やりたくないのはもうしょうがないですよね。やりたくないもんいっぱいありますけど、勉強しなきゃいけないこととやる気があるないがちょっと混同してるんじゃないですかね。やる気なくてもやった方がいいと思います。もちろんモチベーションが高まってる状態で勉強した方が効果は出るんですけど、モチベーションが低い状態でもやらないよりやった方が効果は出るので、やらざるを得ないっていう風に考え方をシフトするのがいいんじゃないですかね。とりあえずこの動画とかこのコメントを書くのをやめた方がいいですね。もう基本的にだからスマホとか捨ててもいいと思いますね。今大事に思ってるものって10年後マジでいらないものが9割ぐらいなんで、はい、とりあえずスマホ解約しちゃってもいいと思いますけどね。その方が勉強できますよ、どうやったって。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。すごい優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか。いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。仕事の分野の勉強をしなければならないとは思いつつ全く勉強する気になりません。もう終わってるじゃないかよ、そこで結論が出たじゃない。現在は一緒に仕事をする上司が全責任を持っているので、自分が知識不足でも職場は回りますが、いずれ自分が責任者として動かなければならない時が来るため、勉強が必要なことは頭にの中には入っています。勉強が身に入るようにするためにはどうしたらいいでしょうか。じゃ勉強したくないんだったら勉強しないでいいじゃないですか。ただまあ先細りにはなってるけど、いやこっから今から勉強してしんどい思いするんだったら、合計としては幸せかなって思えるんだったら勉強しなくてもいいんじゃないでしょうか。必要でやってる分にはまあ少なからず身についてきますからね。過去のトラウマを忘れるにはどうしたらいいでしょうか。いや無理でしょう。昔 USO Japan っていう番組で心霊写真とか心霊動画とかすごい特集してたんですよ。未だにそれを思い出して夜中パッて起きますもんね。そんなちっちゃいことでもずっと忘れられないから、トラウマだって思えることなんかもう絶対忘れられないですよね。その分楽しいことをいっぱい、何でもいいからしょうもないことでも楽しいと思うことをストックしてって、例えば夜寝るときにトラウマ回を引かないようにするっていうことですよね。そのためにはどうでもいいことでも楽しいと思った方が得だと思います。私の会社は大卒1年目の基本給と高卒5年目の基本給を比べると大卒1年目の基本給が高いです。仕事内容は同じ人もいれば違うと思います。私は高卒なのですが、4年間働いて仕事について学び、会社に貢献している自分よりも入社したばかりで研修をしている人の方がお金をもらえていると思うと虚しくなります。今までの4年間は何だったのでしょうか。カズレーザーさんは高卒と大卒の基本給の差についてどう考えていますか。大卒の方が高い会社は、まあ、往々にしてあると思います。特に日本は同一労働同一賃金っていう流れになっていくと思いますけど、まあ多分まだまだ先だと思うし、完全に採用する企業っていうのは結構少ないと思います。そういうもんとしか言いようがないですね。不公平感はもちろん感じると思うんですけど、それが分かってて大学に行く人もいるっていうことですね。仕事内容、仕事の成果で正当に評価されてないと思うなら本当に転職を考えた方がいいと思います。4年間働いて結果を出してる、会社に貢献してるって思えるんだったら、多分学歴関係なく雇ってくれるところはあると思います。そうなってないとしたらスキルが伸びてないということなので、スキルを伸ばす働き方からしてうまい具合に転職してください。まだ制作していないのですが、いずれ自分でコマ撮りアニメを作り YouTube で公開したいです。効率のいいチャンネル登録者の獲得は何があるのでしょうか。まだ制作してないのですが、まず制作してから悩んだらいかがでしょうか。隣にはちょっとおかしな家族が住んでいます。持ち家なので引っ越しが難しいのですが、関わらずに生きていきたいと思ってます。うわー。
隣の家に変な人がいたらやっぱり持ち家でも引っ越しますか？僕は引っ越しますね。いやーこればっかりはね、隣人がイカれてるって本当に辛いと思いますね。いや大変だとは思うんですけどね。うわー、だって危害加えてくる可能性はありますもんね、イカれた人っているから。うん、もちろんねローンとかあるからね引っ越せないとは思うんですけど、で売れないだろうし、でも将来引っ越すために頑張ってほしいですね。隣の人がね改善するってことはないと思うので、寝たいのに眠れない時はどうすればいいと思いますか？目つぶって横になる以外の方法あんのかな。あのね一個おすすめなのありますね。ピストルスクワットって動画で検索してみてください。片足でやる、足片方の足を前に出して片足でやるスクワットなんですよ。むちゃくちゃ辛いんですよ。多分一回もできないと思います。それやってみたらマジでヘトヘトになるんで一発で寝れると思います。本当おすすめです。何も物いらない一発で体ヘトヘトにさせる技なんで、ちょっとやってみてください。膝ぶっ壊れがちなんでちょっと無理はしないでほしいですけど、ちょっとでもおすすめですね。高校の教科選択で大学受験の平均点高い方を選ぶか、自分が好きな方を選ぶか迷ってます。アドバイスをください。大学受験の平均点高い方を選ぶのがいいと思います。自分の好きな方は自分で学ぶのも苦じゃないはずなんで、趣味でもできるので、でかつ大学の受験で受かりやすい武器が1個増えるんだったら、そっちは選択で取って、好きな方は自分で趣味として勉強したらいいんじゃないでしょうか。尊敬している上司の方と話すとき緊張してしまい、うまく話せません。どうしたら良いですか？すげえいいことじゃないですか。相手は不快に感じてないでしょう。あとは言うのがいいですよね。すいません尊敬してるんで緊張します。尊敬してるってはっきり伝えるのってまあまあイニシアチブ取れるんでおすすめですね。その日一日頑張って明日も頑張ろうって思っても次の日が起きれなかったりします。そんな自分に落ち込まない、落ち込む毎日です。コツコツ頑張るにはどうしたらいいでしょうか？まずその日一日頑張ったんですもんね。じゃあ翌日ぐらい良くない？起きれなくてもまた多分その日一日頑張る日が来ますから、はい、それを人はコツコツ頑張ってるって言うんですよ。毎日頑張る必要はないと思います。定期的に頑張ってるならそれはコツコツ頑張ってるってことになるんじゃないですかね。もう一回人生をやり直せるとしてもカズレーザーを選びますか？全く同じ人生だったら選びます。ただ単純に僕として生まれて全く違う人生なんだとしたら、別に僕として生まれてくる理由がないなと思います。全く同じ人生でもそんなに不満はないです。いつも楽しく拝見しております。フリーランスで先生のお手伝いをする日々です。どういうこと？先生がよく頼ってほしいと言うのですが、頼るって難しいなと思う今日この頃です。アドバイスを求めすぎてもこの前も言ったでしょうになっていくでしょうし、頼るってどういうことなのでしょうか？フリーランスで先生のお手伝いをする日々ですってどういう職業なのか、ちょっとどういったジャンルなのか分かんないんですけど、頼るって難しいなと思う今日この頃です。この前も言ったでしょうって言われるまでは頼った方がいいんじゃないですかね。頼ってほしいって先生は言葉を選んで言ってるんですけど、もっと効率よく動けよって意味なので、はい、それは自己流で勝手なことをするなっていう先生からの注意だと思った方がいいんじゃないですかね。私は虫が苦手です。ああ、わかる。ゴキブリ、ムカデなどなら容赦なく退治します。え、苦手なのにすげえ。あ、そうなんだ。ですが蝶やテントウムシなどは退治しません。そりゃそうだろ。何もしてこないでしょ蝶、蝶やテントウムシって。もし子供に蝶は退治しないのにゴキブリは退治していいのと聞かれたら何と答えたらいいでしょうか？同じ命であることは変わりないですが、ゴキブリやムカデなどは退治したいです。同じ命ではないでしょ、ゴキブリの命なんだから。あなたの中でだって明確に基準があるんだから別に同じ命じゃないんじゃない？でもまあ本当に虫好きの人からしたら同じ命なんだと思いますけど、自分の中の物差しがあるんだったらそれは説明できたらいいんじゃないでしょうか。なんで蝶々やテントウムシ退治しないのっていうのをまず子供に説明できればいいんじゃない。それが可愛いからとかでも別にいいっちゃいいと思います。大学4年です。卒業まで1ヶ月ほどとなりました。残りの学生生活でしておいた方がいいことありましたら教えてください。1ヶ月でできることっていうとね、だいぶ限られてると思いますけど、まあでも1ヶ月まるまる使えるんだったらさっさと職場の近くに引っ越した方がいいと思います。卒業式とかああいうのってあんま出ても、まあ、僕も出たんですけど結局意味なさそうだなって思って出たんですけど、やっぱり意味なかったんで、サクッと新しい生活に1ヶ月早く慣れた方が
得るものは大きいんじゃないかなと思います。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮がありますが、どんな親にも当てはまりますか？いや、もちろん当てはまんないって言ってほしいんでしょうけど、当てはまんないですよ。そりゃそうでしょう。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮があるんだ。感謝してもしなくてもいいと思いますよ。自営業です。身の回りに日本は出る杭は打たれる国だと憤る個人事業主の方やベンチャー企業の方は何人かいるのですが、事業を行う土地としての日本についてどう思われますか？個人的にはこうして怒っている方々って打たれるような出方しているタイプの杭に思えるので、変にビッグマウスを吹き散らかさずにもっと息を潜めて虎視眈々とやればいいと思います。個人事業主ででも出る杭は打たれるって言われるぐらいだから、結局税金の関係じゃないですかね。それ以外別にこの方たちも日本に生まれて日本語を使ってる以上は日本の方がやりやすいことは多いと思います。本当に海外にとってはすぐ海外行ってるし、海外で勝負できないだけの人なんじゃないかなと思いますね。日本は競争がそんな激しくないからやりやすいことの方が多いんじゃないかなと思います。まあ税金とかの話なのかな、売上とか。それ以外はあんまどこでやっても変わんねえんじゃねえかなと思いますね。読みたいと思う本がたくさんあります。でも読み始めて30分ほどで眠くなったり集中力もなくて、一冊読み切るのにとても時間がかかってしまいます。集中して一気に読めないせいか内容の理解も悪く身になっている気がしません。なるほど、一気に読んだから身につくわけじゃないです。何回も繰り返し読んでください。内容の理解が悪いのはその一気に読もうとしているからだと思います。じっくりじっくり時間かけて読んでください。ただ集中力がなくて読み始めても30分ほど眠くなるんだったら、多分それ読みたくない本だと思いますよ。もっと自分に合った本を選んでください。最近ハマれるものがなくて困っています。だらだらと人生を過ごすのも好きなのですが、何か一つのものに熱中したいです。おすすめのものはありますか？ルービックキューブとかああいうのでもダメなんですかね。だらだら人生過ごすのも好きなのにハマりたいんだ。あ、許される限り昨日と全く同じ生活を続けてみたらどうですかね。そしたらその生活にハマれるのかな。ちょっと試してほしいですね。分からないことを調べるとはどういうことですか？携帯やパソコンでも調べたことになるけど、間違った情報多いですし、出どころが分からないこともです。ちゃんとした情報を得るなら本や新聞などが多いですか？本や新聞も間違った情報はめちゃめちゃあるんですけど、携帯やパソコンで調べるやつは本や新聞の天才が多いので、どっちかっていうと本や情報の方がいいと思います。ただすぐに気になったことをすぐに調べる方が重要なので、それは携帯やパソコンの方が楽なんじゃないかなと思います。ただ間違った情報は多いけど、ただググって出てきたことを鵜呑みするのは調べるじゃないと思うので、少なくとも1個の意見に対して真逆の意見ぐらい見つけないと、自分の中で対策させないと調べたことにはならないんじゃないかなと思います。現在中3です。今通っている中学校や先生方が大好きすぎて卒業するなんて考えられません。今でも卒業するって考えたら泣きそうになります。どうすれば気持ちを割り切ることができるでしょうか？今中学3年生ってことで、人生で今までどれだけの人と接してきたかちょっと分かんないんですけど、今後同じペースで生きていったら、中学3年生だから15歳、15年間よりもはるかに多くの人と接することができます。その人たちを同じぐらい好きになる可能性もいっぱいあるので、新しく、ね、好きになったり仲良くなる人がいるかもしれないってことにもっとワクワクしてください。で、なんか本当にその人たちが好きなんだったら、学校の中にいるから好きってわけじゃないでしょう。その人たちの人間性とか、人間が好きなんだから、別にどこで会おうが生きる楽しくできるはずなので、卒業してから会えばいいと思います。大事な時のじゃんけんに勝てないです。だからじゃんけんってものが廃れないんですよね。収集癖があります。しかし集め出すと熱が入りすぎて、対象のグッズやフィギュアを全て集めたいと思ってしまいます。レーザーさんもフィギュア好きとメディアで拝見したのですが、どういった価値観で集めているんでしょうか？レーザーって下の名前で呼んでくれるのは春日さんと聖夜君だけなんですけども、聖夜君なのかなこれ、レーザーさん。僕別に収集癖ないです。まあ衝動買いとかするんですけど、収集癖ってね、まあ、買ったものがそのまま残るから、なんか成し得た感が出るんですよね。たくさん集まったなって満足感が出るんですけど、自分より金持ってるやつだったら誰でもできる趣味なので、ただ金持ってるかどうかだけのマウントの取り合いになりがちなので、集めたことに対して満足感を得てるんだとしたら、あんまり続けない方がいいと思います。まあでも、まあ、趣味なんでね、自分のできる範囲でやった方がいいと思いますよ。まあそうだな、まあそうか、趣味だもんな、わーわー言うのがちょっと良くないですね。無粋でしたね。いや、好きな手が集めてくださいね。実家を抵当に入れてでも集めましょう。
高校生向けの一問一答お願いしたいです。あ、まあね、どっちがいいのか両方一応やってるんですけど、難しいのばっかにしちゃうとね、ちょっとやっぱ本当に新聞幹部になるとも言われるし、あと俺もさすがに理系科目とかの高校だとセンターレベルとかでもあんま覚えてないのもあるので、勉強し直さなきゃいけないですね。でもできる限りいろんな一問一答を作りたいですね。中2です。陸上競技部に所属しているのですが、高校は短期留学もしてみたいので。わ、めっちゃいい夢ですね。部活時代入らないつもりでいます。おいおいおい。だけど高校の部活の友達は一生もんになるし、部活の友達がいないとなるの学校生活息苦しくなりそうで不安です。このことについてどう思われますか？高校の部活の友達が一生もんにはならないケースの方が多いとは思うんですけど、なぜ一生もんになると思ったのかちょっと分かんないですね。どの友達が一生もんの友達になるかなと、もうやっぱいろんな人と付き合ってないと分かんないので、短期留学もしてみたいっていうのがなんかより強い、なんか魅力的な目標に思えるので、そっちを優先するなら別に部活がどうなんて気にしなくてもいいんじゃないですかね。高校での短期留学っていうのは高校の時しかできないので、そっちの方がおすすめですけどね。まあ そういう意味では高校の部活っていうのも高校の時しかできないので、どっちもどっちではあるんですけど、今はでも先に出てきた高校は短期留学してみたいっていう夢の方がやっぱ先に出てくる分強いと思うので、そちら優先したらいいんじゃないかなと思います。浪人しちゃってる、今今年浪人してしまったのですが、モチベーションが上がる一言をください。浪人したからにはやっぱり去年よりね、いい大学に行きたいっていうことだと思うし、まあ志望校があるから浪人っていうのを選んだと思うんですよね。なのでモチベーションっていう言葉に頼らずに今すぐ勉強してください。もったいないですよ。早起きのコツ、早寝ですね。人生の岐路にあります。人生の中で大きな選択はいくつかあると思いますが、回数を追うごとに後戻りできないような気がしてしまいます。そのような大きな選択とはどのように向き合うべきでしょうか？後戻りできないんだ。まあ時間がね限られてる、人間はしっから今のところ逃れられないようなので、リカバリーする時間っていうのが短くなっているのかなと思いますけど、その分生きてきた知恵みたいのがあるので、リカバリー能力は上がってると思う。テーマでどうでしょう？そう考えたら多分後戻りもできるんじゃないかなと思いますね。ボキャブラリーを増やしたいのですが、本や新聞を読み尽くすしかないのでしょうか？他の方法があれば教えてほしいです。何のためにボキャブラリーを増やしたいかによりますね。小説家になりたい、作家になりたいんだったらもう本当にいろんな言葉は知ってた方がいいと思うんですけど、語彙数が少なくても面白い文章っていうのがあるのも事実です。硬い言葉を勉強したいなら新聞読むのがいいと思います。そしたら新聞っぽい言葉がつくので。どんな言葉を喋りたいかによります。面白い言葉遣いを増やしたいなら芸人がやってる大喜利とか見るのも面白いと思います。ただ言葉を知ってて引き出しが多くてすぐにそれを取り出せても、いろんな言葉を知ってるだけでボキャブラリーが豊富だなっていう評価に多分つながらないと思います。目的をまずちょっとはっきりさせた方がいいと思いますね。先日彼氏に振られました。理由は私が痩せるって言ってたのに全然その様子が見られなかったからだそうです。自分的には痩せてはいないけど普通体型だと思ってます。やはり体型は大事ですか。こういう理由で振られることは普通にあるのでしょうか？普通にあると思います。その彼氏が何を求めてるか、彼女に何を求めるかっていうのはその彼氏次第なので、その彼氏は世間一般でいうなんか痩せた体型っていうのを求めてたってわけじゃないですかね。でそんな彼氏に別に合わせる必要はないと思います。この人の体型見てないんで分かんないですけど、探しゃその人の体型好きな人っていうのはいます。ただ需要がより多い体型っていうのもあるのは事実です。この彼氏に振られたなら別に他の彼氏を探してもいいと思います。でもその彼氏がどうしても忘れられないんだったら、その彼氏に合わせた体型になるっていうのも一個の選択肢であります。めんどくさいですけど、ただそこまでも彼氏なのかなとも思いますね。本当にうなるほど金持ってて、うなるほどの利権を持ってる彼氏だったら体型ぐらい僕も変えるなと思うんですけど、そうじゃなかったら別にいいなって思います。探しは多分います。得意なことが何もない自分がずっと嫌いだったのですが、最近はダメな自分を受け入れて生きていくしかないと考えるようになりました。この考えにシフトしてから生きるのが少し楽になってきたのですが、甘えだと思いますか？甘えだと思います。でも甘えた方が楽なこともあるからいいんじゃないですかね。ダメな自分を受け入れて生きていくっていうのは基本的に、まあなんだろう、仏教的な考えなんですけど、あるがままみたいな考えなんですけど、それで成長をサボるっていうのはまた違うので、成長しづらい自分を受け入れるのが一番いいと思います。
最近ニュースで見た AI が絵を作り出すという技術について質問です。はい、はい、ありますね。この先このような技術がどんどん発展していった場合、人間の想像力で作られた良さというものは薄れていってしまうのでしょうか。カメラが趣味の友達がいまして、本当にいいデジカメとかでっかいカメラで撮った作品とスマホでサクッと撮った作品、どうせ修正しちゃうからほぼ差がないっていうのをずっと言ってるんですよ。でもそいつはでっかいカメラで撮ること自体が目的化しているというか、昔ながらの方法を試してるっていうのが楽しいのでカメラを趣味にしてるんですね。想像力っていう言葉がまあちょっとね、指す範囲が広いと思うんですけど、結局どこを楽しいと思うからと思うんですよね。制作過程が楽しいって思うんだったら、手汚しながら粘土こねたりして彫刻作ったりする人もいるし、結果を出すことが大事なんだったら別に 3D プリンターで作っても同じだと思うんですよ。昔はだって単純に絵の具とかだってなかったし、青という色を再現するのがすごく大変だったけど、今普通に青い色を作れるじゃないですか。ツールが便利になったからって何かが悪くなったのかっていうのは未来の人が勝手に決めることであって、自分が満足しなかったら別にそこはいいんじゃないですかね。少なくともそれでツールが進歩して想像力が削られるかどうか分かんないと思います。ただ AI が作った絵を人間が描いたってことで出品したりして問題になったケースはあるので、そういうのはフェアなルール作りは必要かなと思います。ただいい絵だったりいい彫刻であったりっていうものであれば、制作過程って買い手はほとんど気にならないかったりするので、そこは想像力が損なわれてるんじゃないと思いますね。まあでもね、AI が勉強してそれっぽい絵を描いてくれるってなると、それっぽい絵の元を作った人は損したな、割り送ったなって思うと思います。でも10年後20年後誰も割り食ったなって言わなくなるような社会になっちゃうんだなと思います。それが当たり前になってしまうと思います。気になる人が2人います。どちらか1人に決めるべきですか。日本は重婚が認められてないんで、結婚するってなったらどっちかに決めた方がいいと思いますね。それ以外の時は別に、そんな決めなくてもいいと思いますよ。カズレーザーさん、こんにちは。カズレーザーさんのこの人いいなと思うポイントを教えていただきたいです。私は自分の趣味を生き生きと楽しんでいる方や自分とは違った感性を持っている人にいいなと憧れます。僕はですね、口数が少なくてでも金払いのいい大人が好きです。自分の話をあんましないのに最後おごってくれる、そういう人が一番いいですね。自己肯定感が低く、彼氏に好きと言われたり友達に可愛いなどと言われてもどこか疑って信じきれません。自己肯定感が高ければ生きやすくなるだろうと思い、いろいろ試してますが、どうにも自分に自信がつきません。カズレーザーさんなりの自分の自信のつけ方教えていただければ嬉しいです。僕も自己肯定感はむちゃくちゃ低い方だと思います。人の言うこと基本的に信用できないです。でも他の信用できるものがあればいいんじゃないですかね。それがまあお金であったりとか、まあ、彼氏がいるってなったら彼氏をめちゃくちゃ信じる、まあ、依存になっちゃうんですけど、それでもいいと思います。自己肯定感かなくても僕はいいと思いますけどね。別の方法で生きやすい方法を見つけた方がいいんじゃないのかなと思います。幸せじゃないかどうかを自己肯定感って言葉でみんな勝手にくくりすぎだと思いますね。自己肯定感が高くて幸せって言ってる人は往々にして収入も高いので、そっちの方が重要だと思います。物事に対してモヤモヤして引きずってしまう性格なのですが、どのようにすれば引きずられずに流せられるようになれますか。はい、なんかなるほど、嫌なことがあってもそれをスルーしたいってことなんですかね。まあ、もう個人的なやり方ですけど、100回ぐらいやるとどんなことでもある程度苦じゃなくなるんですよ。まあ、僕はですけどね。なんで怒られたりとか説教されたりとか嫌なことあった時に、なんか言ってらって心の中で唱えるようにすると、本当に人の意見って気にならなくなりますね。一回やってみるといいと思いますね。ただそれが自分の成長を止めるっていうリスクもあるので、世の中のね、その説教とかアドバイスって9割方どうでもいいことなんですけど、2割ぐらい本物も含まれてて、それがねその場ではなかなか判断できないので、人の言葉をその場で選択するっていうのはなかなか難しいので、あんまりスルースキルは高めない方が俺はいいとは思うんですけど、引きずってるってことはまあ思うところがある、ちゃんと後悔してることだったりすると思うので、一個一個解決した方がいいんじゃないですかね。そんな流さなくても、はい、解決できないことを流すということは問題の本質から目を背けてるだけなので、一回解決した方がいいと思いますね。どういうモヤモヤなんですかね。恋愛とかのことだったら忘れていいと思いますけど、なんだろう、失敗とかなのかな。この文面だけだと、難しいんですけど、あんまりその辺にあるスルースキルを高める方法みたいのは取り入れない方がいいと思います。スルーするっていうのはそれなりにリスクがあるので。他人と関わるのが億劫です。
家族以外の人との時間を仕事が休みの日にわざわざ作るのが本当に憂鬱で、その結果今でも会う友人は一人だけ、私って寂しい人間かなと思うことがありますが、たくさん人と交流した方がより良い人生になると思いますか。僕も友達は全然いないので分かりませんけど、他人と関わるのは億劫ですって言ってるのに、こういう文章は投げかけてくるっていうのが、情報が一方的に得られれば楽なんだろうなっていう生き方をしてるんじゃないかなって思います。そういうのってあんまないので、自分からある程度労力払わないといい情報って手に入らないので、もうちょい労力払ってもいいんじゃないでしょうか。人に言われた言葉を過剰に受け取ってしまい、相手にそのつもりがなくても傷ついてしまいます。鈍感になるにはどうしたらいいんでしょうか。2回に1回人の言うことを無視すれば自然にそれが身について鈍感になれると思います。全部聞かなくてもいいんで、あなたの周りどれぐらいの人が、この方の周りどれぐらいの人がいるか分かんないですけど、みんな同じようなこと言ってるんで、何か仕方しても大丈夫なので、それが慣れてくると、はい、鈍感になるの楽になると思います。会いたい人に自分から誘うばかりで自分はあまり誘われません。いつも自分からなんで寂しいなと思ってしまいます。はあ、なんで誘わないのって聞いてみてください。それで大した理由がなかったら本命じゃないので、今後の付き合い方を考えてもいいんじゃないでしょうか。でも誘ったら来てくれるんだったら、意外とそれぐらいの人って続けてると楽な関係だったりするので、はい、あんまり自分の中の心のウェイトをその人に比重をね大きくしすぎない方がいいと思います。いつでも辞められる関係ぐらいにとどめたらいいんじゃないでしょうか。私の座右の銘は時は金なりです。1時間いくらなら人によりますか。私は1万円でもちょっと躊躇します。1万円じゃ絶対売らないでしょ、自分の1時間。今就活中です。現在内定ゼロです。小さい頃から一般家庭に育ったら、高校大学通って正社員として社会人にならなければいけないという考えが自分にあってすごくプレッシャーなのですが、カズレーザーさんは正社員にならなければならないと思いますか。またフリーターをどう思いますか。どっちもお金をもらってる、働いてお金をもらってる人たちだと思います。どっちだからっていうのは全然ないです。ただ、その会社の中での立場が違うとは思います。福利厚生であったりとか全然差はあったりするものだと思います。内定ないのは大変ですね。でも正社員、この質問するときはやっぱ正社員になりたいってことなんですね。フリーターよりは正社員の方がいいだろうなって思ってそうなので、いやご分を祈っております。希望の会社で正社員になれたらいいな、いいんでしょうね。でもフリーターをどうこうは全く何とも思いません。職場に人によって態度を変える人がいます。挨拶も私がすると蚊の鳴くような声で返事です、うん、上司や敵に回せないような同僚には元気な声で挨拶しています。イラッとすると、イラッとしないようにするにはどうしたら良いのでしょうか。上司や敵に回せない同僚っていうのはその人によっとってメリットがあるんだから、体力を消耗してでも大きな声を出すってことですよね。あなたはその人にとってメリットがないから体力を消耗しないようにするために声が小さいってことじゃないですか。それが事実です。同僚よりもその人にとって大事じゃないっていうだけの話ですね。そりゃそうじゃない。社長来たらみんなハキハキ挨拶するじゃないですか。イラッとするんじゃなくてがっかりした方がいいんじゃないですかね。やばい、下に見られてるっていうふうに考えた方がいいと思います。最近寝つきが悪いです。布団に入ってから2時間眠れません。ショートスリーパーなのか分かりませんが、4時間睡眠の方が顔をむくんだりせず体も軽いです。ちょっと僕もショートスリーパーでも何でもないのでがっつり寝ちゃうんですけど、2時間は眠れないんだ。でも今4時間でいいなら大丈夫なんじゃないですかね。勉強ってしなきゃいけないもんなんですかね。しなくてもいいんじゃないですかね。今の世の中だらだらやっても多分生きていけると思うので、そんなにしなくてもいいと思いますよ。お金くださいって言ったら結構くれると思うんですよ、人って。何年か前にと、まあ今もねたまに来るんですけど、お金くださいっていう DM が結構来るんですよ。その中で、3人ぐらいに月10万円ぐらいあげてたんですよ。なんか漫画家志望の人とかダンサー志望の子と、あとなんか普通の多分大学生だったと思うんですけど、あげてたんですよ。個人的にだからベーシックインカム的なことをやったらどうなるんだろうと思ってやってたんですけど、もう結構前、4年5年ぐらい前かな、やってたんですけど、結局みんな何か成し遂げることもなく、なんかなあなあで結果も出さずに1年ぐらい過ぎちゃったんで、まあ、全員辞めちゃったんですけど、そのサポートするのは。でも
僕ぐらいの人がこういう気持ちになるってことは、それこそね、前澤さんみたいにお金持ちってお金くれるんですよ、言えば。だから意外と DM とかでお金くださいっていう、ああいうたかり行為って、打率低くないと思いますよ。 1% はいかなくても 0.1% ぐらいあるんじゃないかな。少なくともゼロってことはないと思うので、毎朝金持ってそうな人にバーって DM 送るっていうのは意外といい行為じゃないかなと僕は思いますね。本当にくれたりするので、もらっちゃえば別にこっちのもんですもんね。そういうのを続けたら意外と暮らせると思いますよ。やっぱ日本不況だし、先行きはしんどいし、経済はちょっと伸びしろはあんまりないと思うんですけども、金は余ってるので、金余りの人言ったら、まあ1億円以上金融資産がある富裕層なんでね、1万100人に1人以上いるので、そういう人からもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。すごい楽ですよ。それこそプロオゴラレイヤーさんだったかな、ああいう人ほど何か発信しなくても意外と食っていけると思います。おごってくれる人ってめちゃくちゃいます。おごりたいんでね、みんな。もうすぐ資格試験なのですが、大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます。本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうか。いや、本番に強くなる方法はないんですよ。強い弱いじゃなくて、できるできないの話なんで。特に勉強って別にその日のモチベーションとかで点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで、夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意して、いつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて、トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めて、その瞬間模擬試験とか受けて、それでも合格点が取れるようにとか、圧倒的に不利な状況を何回か経験しておいた方がいいと思いますね。まあ、模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか。手元に多分そういう資料があると思うんですよ。それ経験しておくと、あ、それでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから、可能性としては受かる確率の方が高いだろうって、なんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ。弱気とか強気とか、逆に強気になる理由を探すのは一番良くないことなんで、弱気でいた方がいいと思います。モチベーションだけでね、本番に強気になる方法を見つけるぐらいならその時間復習に当てた方がいいと思います。薬学部4年の大学生です。病気の治療のため1年間休学していましたが、来年度から復学できることになりました。おめでとうございます。しかしこの1年で3年生までの知識も抜けてしまい、自分がどうやって勉強していたのかも分からなくなってしまいました。そこでブランクがある時の勉強のコツやアドバイスがあれば教えていただきたいです。この病気の治療のため1年間休学というのはどういった病気なのか、ちょっと僕は全くこれから分かんないんですけど、その病気のせいで本当に知識が抜けてしまったりとか、記憶にハンデを負ってしまったっていうんだったら、いや、それはもう全然アドバイスはできないですけど、3年ちゃんと溜め込んできた知識が1年抜けたとしても、まあ一般的にはちゃんと戻せるので、ゆっくり勉強し直したらいいんじゃないですかね。コツとかじゃなくて、はい、ゆっくり勉強楽しんでください。漠然と海外移住したいと夢見ていたのですが、実際は特別なスキルもなければ専門職に就けるほどの頭もなく、現実的じゃないと思い諦めるしかないのかなって考え始めました。ですがこうやって夢を持ったのが初めてだったので、なかなか諦めきれません。自分の中でどう折り合いをつければいいのでしょうか。はあ、諸外国から日本に結構安い賃金で働きに出てきてる方いるじゃないですか。移住っていうのは別に必ずしも裕福なケース以外にもいっぱいあるので、腹さえくっちゃえば別に移住はできると思います。なんかそうじゃなくて、幸せな海外移住がしたいってことは、多分幸せな暮らしがしたいってことだと思うんで、それは今の日本でもなかなか特別なスキルや専門職じゃなかったらできないかもしれないので、全然諦めるとかじゃない気がしますね。現実を受け入れるか、スキルを磨くしかないんじゃないですかね。25歳大卒社会人4年目です。大学卒業、地元の会社に入社したのですが、会社外の周りの人間と比べると自分の会社の待遇がとても悪く感じます。しかし周りの人には恵まれてます。長期的に見ると将来性も薄いので転職を考えていますが、こんな動機でいいでしょうか。何が転職の動機ってことですか。転職の動機なんて何でもいいですよ。今日晴れてるから転職しようかなぐらいでもいいと思いますよ。テレビゲームを趣味でやっていますが、長時間やった後無駄なことなのにやりすぎたと後悔してしまいます。やってる最中はすごく楽しいんですが、やめた方がいいでしょうか。仕事や日常生活に支障は来たさない程度にやっています。趣味っていうのは全部無駄なことです。なんで大丈夫です。日常生活に支障は来たさない程度にやってるんですもんね。はい、そういうもんです。みんな大丈夫です。今後も続けてください。かっこいい生き方とは何でしょうか。スマップの中井さんみたいな人ですね。
あとは所ジョージさんとか、ふわっと肩肘張らずに生きてる人っていうのは結局一番かっこいいと思います。結婚してない女性を正直なところどう思いますか？未婚の女性と思います。それだけですね。どうとかじゃないですね。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに、何を話せばいいか分からなくなることがよくあります。疲れたというか、なんで笑ってるんだっけと、何話せばいいんだっけってなります。そういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです。会話っていうのは途切れるものなので、ずっと喋ってる方が異常なんですね。まあ、こういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですか。こういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけども、こういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって、普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話です。一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか。曲を選ぶ時間があるんですよ。そういうもんなんですよ。会話もすごい緩急があるんです。ずっと喋ってる必要なんてないんですよ、はい、で知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですか。別に無理して喋る方法ないですね。無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思いますね。心を開いてる友達の前では安心して黙っていいと思います。考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです。考え方が違うんだからその人は友達じゃないんじゃないですか。考え方が同じ友達がまずいるんです、選択肢として。で、考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんです。その真ん中なんですね、考え方の違う友達っていうのは。だとしたらその友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ。同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんで、その人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいです。その人友達候補っていうのは世の中いっぱいいるので、今の関係とか今周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います。こんにちは。私には付き合って5年になる彼氏がいます。これからについて、彼氏さんは50歳でこの方が32歳。これからについて話し合った中で、彼から両親に今後もしものことがあったら協力してほしいので実家の近くに2人で住みたいと言われました。私は一つ手伝ってしまったら後々いろいろやることになりそうですし、自分の時間が減ったり疲れもたまるので嫌なので絶対手伝いたくありません。これは私は、こんな私は心が狭いのでしょうか。いや、そら急にそう言われたらめんどくさいって思うでしょう。絶対手伝いたくはない。だからそれを天秤にかけるしかないんじゃない。この彼氏と今後継続して付き合う、結婚するってなったらもうそれは確保しなきゃいけない。それを彼氏側が降りてくれないんだったら別れるしかないんじゃないですかね。また生放送してほしいです、お願いします。まあ生放送しないんじゃないかな。まあ別にしてもいいんですけど、あんまりなんかできないのでやんないんじゃないかなと思います。カズレーザーさん、こんにちは。私は性欲がある方で週4が当たり前の生活を10年近く過ごしてました。しかしここ最近どうしても性欲が置かず、月にほどの性欲になってしまいました。仕事で精神的に落ち込んだり、寒さで性欲がないのかもしれませんが、これって病気かなと本気で心配してます、見解をお聞かせください。週4が当たり前ですかね、払ってるのかとかパートナーとのことなのかで全然違うと思いますね。ただ10年経ったんだからそれは衰えるだろうと思います。それが老化というものです。仮面してて将来は心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと、あ、仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなる方を教えてください。仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。仮面浪人はほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ。将来とかそういう先のこと考えたら、もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる、能力を上げるって意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要ないと、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとか今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。会社の環境や長年いるスタッフさんからの重圧などにすぐ負けてしまい、精神的に参ってしまって仕事が長続きしません。22歳で転職5回目です。私のような場合どんな仕事が向いてますか。性格的には人見知りなど全くなく、逆に明るすぎる性格です。なのに仕事に行くと静かになり、本来の自分を出すことができません。仕事に行くと静かになって自分を出せない人を人見知りって言うんですね。だからあなた別に明るすぎる性格じゃなくて人見知りなんだと思います。
こんな明るすぎるみたいなことを思わなくていいです。で、大抵の人が人見知りです。自己肯定感が強い方が苦手です。スルーの上手なやり方を知りたいです。自己肯定感ってマジ最強なんですよね。持ってる人ってどうなろうがもう OK だから、だから身につけちゃった方がいいと思いますよ。まあ、自己肯定感持ってる人大概成長しないんで、まあ、周りにはね応援して迷惑かけるんですけど、自己肯定感持ちつつ成長できる人って本当に、まあ、成功者って、ね、多いんですけど、まあ、珍しいケースなんで、状況に応じて、あ、失敗したな、だから改善しようっていうのが本当は自然なんですよね。自己肯定感持ってる人は本当に麻薬やってるのと同じような状況なんで、まあ、苦手なの分かるんですけど、スルーというか、まあ、幸せそうだなって思って見るのがいいと思いますね。少なくとも迷惑をかけてるんじゃないような気がしますね、この文面から察するに。誰にも迷惑かけずに合法的にラリってる人だと思って遠くから見守ってあげてください。進学後に部活と勉強を両立させたいです。勉強が好きになる方法などありますか。部活と勉強を両立させたいですっていう文章で部活が先に来てるってことは部活の方が好きなんでしょうね。で、勉強が好きになる方法ありますか。好きじゃないんですよね、現在。好きじゃないものを無理やり好きになる方法ってのはなかなかないと思います。まあ、勉強、試験勉強がうまくはまって点数が伸びるとか、そういうなんか分かりやすいうまみが見つからないとなかなか好きにはなれないと思います。まあ、今部活の方が好きなんで部活一生懸命やっていくのでいいんじゃないですかね。好きになんなくても伸ばす方法を見つけるのが一番いいですね。将来を見据えて、あ、この部活続けても将来あんま役に立たないなって大人になるっていう方法もあります、ね、片方好きなものがあるともう一個好きになるのって難しいんで、人間そんなに器用じゃないので複数を好きになるのってのはなかなか人生経験豊富な大人じゃないとできないので、部活を嫌いになってその分勉強を好きになる、もしくは勉強が嫌いでも成績が伸びる方法を見つけるのどっちかじゃないかなと思います。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをされた時に引いてしまい何も言えないことが多々あります。特に職場ではそう言われると困ります、何々だから何々だと思いますがなどと言えるようになりたいです。なぜかは分からないのですが稀に言える時もあります。言えないままでいると相手が調子に乗るのが多いので言えるようにしたいです。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをする人っていうのは話が通じない人なんで、そういう人にこういう口答えはしない方がいいと思います。どうにもならない人はいますからね。言えないままで調子に乗るのが多いので言えるようになりたい。いや、もう高圧的な人ってのはもう調子に乗りたい人なんで、正論で注意しても多分聞かないんですよ。で、そういう人が排除されない会社の構造になってるんでしょうから、いや、口答えしない方がいいと思いますね。11月に留学の選抜試験で、あ、トフがある、あ、大学であるんだ。今勉強していますが、このままの勉強法でいいのかと毎日不安ながら勉強しています。何かアドバイスください。いや、俺受けてないんだよな、ちょっと分かんないんですけど、このままの勉強法でいいのかっていうのは模擬試験とか対策で結果出てんじゃないのかな。結果出てないんだったら多分もうこの勉強じゃいいとは思わないと思うんで、ある程度結果出てるけどちょっと不安なんじゃないですか、ね、とりあえずそれで続けてみたらどうですか。不安かもしれないけど勉強続けてくださいっていうアドバイスしかないですね。怒らない秘訣を教えてください。怒らないことですね。それ以外にはないですよね。これっていや本当になんかどうすればどうなるみたいな、多分まあ怒らないってスイッチを入れる方法を身につけた方がいいと思うんですよ。もうひたすら怒らないを1週間続けたら怒らなくなります。このジャンルには怒らないっていうのを決めたら多分怒らなくはなるんですよ。俺はそうしてますね。ただ子育てしていてイライラしてしまうというか、やっぱこれまた別の問題なんでね、イライラをやっぱ解消してくれる信頼できる人を見つけるしかないですよね。親が就職試験を応援してくれる裏側に家計費を入れるためだとか、自分の子供が正社員じゃないのが恥ずかしいっていう意図があったとき、それでも親の言葉をありがたく思わないといけないのでしょうか。はあ、ありがたく思う思わないは別にどっちでもいいと思いますけど、それによって就職できたなら儲けもんなんじゃないですかね。で、家計費入れたくないんだったら親から離れて別のところで暮らしたらいいと思います。深読みして悪いことばかり考えてしまう自分が嫌でたまりません。深読みはしない方がいいと思いますね。表面だけを拾うようにしてください。その方が人生は絶対楽です。大切なものを失ったり辛い経験を乗り越えないと本当の強さは得られないのでしょうか。私は受験や仕事など失敗しないように努力してきました。薄い人生なのでしょうか。なんで失ったり辛い経験しなきゃいけないんですか。そういうのをしないためになんか歴史学んだり人の話聞いたりするわけじゃないですか、先人のね。
長い話聞いたりして、それを自分の知識にするわけで、ずっと幸せな方がいいに決まってるじゃないですか。辛い経験なんかしないに越したことないです。英語を習得できれば人生の幅が広がるだろうなと思い勉強を始めたことがあるんですが、今まで2回挫折しています。学生時代から苦手意識があるのと、英語自体がいまいち好きだと思いません。洋画や洋楽もなんとなく苦手です。ちなみに学生時代から数学も嫌いで最低限しかこなしませんでした。反対に国語や哲学などは好きで勉強することもありくではありません。やはり好きな学問じゃないと勉強は続かないでしょうか。苦手な英語を学習するよりも好きな分野を追求してそっちで成果を出した方がいいでしょうか。社会人になってから学ぶ英語ってもう学問じゃなくて、そのツールとしての英語でしょ。だからそれが今のところ使う必要がないんだったら別に学ばなくてもいいんじゃないかなと思います。ポケトークとかでも全然なんとかなんで、学術的な話は無理ですけど、普通に旅行分野だったら全然平気なので。まあでも大人になってから学ぶものってそういう語教科みたいな分類じゃなかったりしますよね。もっとなんか現実的なものだったりしません？プログラムとかそういう方だと思うんで、こういう感じの勉強はしなくていいんじゃないかなと思います。春から新卒でプログラマーになりました。職場では周りが賢すぎて1を聞いて10を知るような人たちばかりです。そこで自分のバカさに気づいて悲しくなるということが最近よくあり、なんとか自分も理解や論理思考力を上げたいと絶望しています。少しでも賢くなるのはどのような方法があると思いますか。プログラムの勉強をするのがいいんじゃないでしょうか。こういうところにそういうのを書き込むのは時間がもったいないと思います。合計200点のテストで110点を取っている人でも、今から頑張ったら偏差値64の高校に行けますか。もともと頭はいいと友達に言われてます。何のテストで200点満点の中で110点取ったか伝えられないってのは、多分今偏差値64にはちょっと遠いんじゃないかな。ちょっともう少し頑張らないとダメかもしれません。もともと頭はいいっていうのは、はい、友達はみんなそう言います。ちょっともう少し頑張らないと難しいかもしれません、ネタはもうされないんですが、まあ、ほとんどやる機会ないですね。そもそも需要がないからね、オファーがそんなないんで、まあやんない、しばらくやんないんじゃないかなと思います。でも今やんないともうやる機会なくなっちゃうんだろうなと思いますね。現在非正規として働いてます。仕事の内容は広告みたいなことをしてるのですが、広告みたいなこと上司の社員があまりデザインの知識がないらしく、上司がデザインした制作物を見ると思わず突っ込んでしまいそうになります。でも立場上意見を強く言えません。このまま黙っておくべきでしょうか。言った方がいいんじゃないでしょうか。ただ言ってもじゃあ上司のそれよりいいのが対案が出せるのかっていうのがあるので、対案を用意してから言えばいいんじゃないですかね。どこで勉強するのが好きですか。喫茶店ですね。全然人のいない喫茶店とかが好きです。家は嫌いです。15歳の娘がいるのですが、甘えん坊なのか愛情不足なのか、ハグを頻繁に求められるのですが、15歳ともなると大きくてかなり抵抗があります。どうしたらいいでしょうか。娘さんなんだからハグしてあげてよ。いいじゃないですか。肌から見ても幸せなのでどんどんハグしてあげてください。高校生の息子が VTuber の技術が学べる専門学校への進学を考えています。いいっすね。VTuber の将来をどう考えでしょうか。技術は将来あると思います。先は明るいと思います。ただどのレベルの技術なのかよります。専門性の高い技術なのか、ただ VTuber 事務所で働くための技術なのかによって違うと思います。もっと高度な技術を勉強するんだったらめちゃめちゃ将来性はあると思います。そうじゃないとしたら普通の仕事だと思います。今後自動車免許を取った時に真っ先に買いたいと思う車種はありますか。ベクター W8 と消防車ですね。僕は本当ずっとそれを言ってます。マジで買おう、ちょっとねずっと探してるんですよ。買うかもしれないですよね。有名企業に入れば稼げますか。世界中の人が共通的に思う有名企業に入れば稼げると思います。ガーファであったり、なんだ、中国の方のありますよね、4つ、テンセントとか、そういうところに入れれば稼げるって言えると思います。ただそういうところの人は意外と稼げるっていう感覚なくて、すぐに転職しちゃったりキャリアアップを目指してるので、あんま稼げるかどうかっていうのは気にしないと思います、ね、ただ就職ランキングとかで人気の有名企業っていうジャンルではあんまり稼ぐのは難しいと思います。日本って所得税高いのですか。確定申告するために悩みます。まあ高いですよね。そりゃ4割以上持ってかれるわけで、でもそのもう高く感じるぐらい所得があるんだったら、それはもう海外移住考えた方がトータルで得だと思いますよ。
嫌なことがあったり誰かから嫌なことを言われたりした時、思い出したくないのにそのことばかり思い出して不快な気持ちになるのを繰り返しています。嫌なことを忘れたり考えないようにする方法はありますか？いや、記憶を消すのは難しいんじゃないですかね。あんまり進めないですけど、海外とかでね、電極で頭にね電流流してすっきりさせるみたいな治療法、まあ、確かに日本ではやってないと思うんですけど、やってんのかな。そういう治療法もねありますもんね。忘れるっていうのはそれぐらいやっぱ難しいことだと思うので、上書きする方にシフトしたらいかがでしょうか。仕事が暇で異業種や同業他社にヘルプで行くことがあるんですが、見たことあるのにできないことやバカでもできると思ってたことにもちゃんと技術があって恥をかくことが多いです。最近恥かいてますか？すごい、すっげえ急カーブで書いてるんだと思います。人のこういう質問に答えるって結構恥ずかしいので、まあ、ずっとこれは恥かいてますね。上司への不満、ちゃんとなんか墨付きカッコでこう書いて、職場の上司が仕事をしません。上司の分まで我々部下と同僚が夜遅くまで仕事をしていることに納得ができません。気にしなければいいと言われますが、毎日その姿を見るのに気にならないわけがないのです。あ、いや、気にしなければいいっていうアドバイスはこの場合全然関係ないですもんね。それは気になるでしょう。この上司はそんな仕事しないのに上司にいるんですもんね。コネ入社なのか、なんかその全然違う要因があるか分かんないですけど、仕事をしないのに上の立場に立てるっていうのはめちゃくちゃ学ぶべきことだと俺は思いますね。こんな楽なことってないじゃないですか。これを書き込んでくれた方とか他の方がその分の埋め合わせをしてるわけじゃないですか。人の上に立つと多分そういうことだと思うんですよ。自分がやらない分を周りに投げる能力に長けてる人が多分指導者になるんですよ。上司とかになるんですよ。能力、今仕事をしてる実務能力とは違う能力だったりするので、気にしなければいいというか、この上司から学ぶことはもしかしたら多いかもしれないですね。嫌なやつだと思いますけど、チームの中のリーダーって意味では失格だと思うんですよ。不満が生まれている以上は。でも別にこの上司がこのポジションをずっと維持することにだけ不信してると仮定すれば、この上司は大成功ですよね。しかも結果としてこの方も気にしなければいいのかなみたいな、その目を背けるっていう判断をされしようとしてるじゃないですか。下克上する目も積んでるっていう意味では、この人は自分を守る術、この上司はマネジメントがめちゃめちゃうまい気がしますね。どうする、どうされますか。僕なら、カズさんならどうされますか。僕はもちろんこの仕事辞めます。こういう職場が成立してる職場はやっぱ不健全なので辞めると思うんですけど、まあでもどっかのどの会社に行ってもこういう人はいると思うし、こういう人は意外と仕事を失わないんですよね。だって自分の時間があるからスキルをめちゃくちゃ高めることができるんで、結果ヘッドハンティングされていろんな会社うまく渡ってる人ってこういう上司なのかもしれないですね。嫌なやつなんですけど、嫌なやつかいいやつかと年収を上げる上げないって全然違う要素だったりするので、不満かもしれないですけど、めちゃくちゃ不満だと思うんですけど、この上司はなんか参考にすべき点は俺は多いと思います。嫌なやつです多分。俺もう会ったことないけど分かります。この方が思う通り絶対に嫌なやつですこの上司は。でも歴史の人物もそうじゃないですか。嫌なやつだけど成功談としてみんな聞いてるじゃないですか。みんなどうしようもないやつです。歴史の人物なんて人殺しまくってるし狂ったやつばっかなんですけど、でもそこから学ぶことは多いわけで、それとすごいスケールの小さい版なのかもしれないです。ただこいつのやり口を参考にして転職を成功させるのが俺はいいと思いますね。この上司を追い出してもこのコメント書かれた方はこの上司ほど多分心が嫌なやつじゃないから同じような上司になれないと思うんですよ。この会社の仕組み上こういう嫌なやつしか多分上司になれないって形なんで、この会社ではこういうこのコメント書き込んでくれたような心の澄んでる方は出世しづらいんじゃないかなと推測できるので、もっと健全な会社、実力を正当評価している会社に転職するか、この上司のこの技術を盗むかの二択かなと思いますね。まあでもね、一言だから言いますけど転職した方がいいですよ。あんまいい会社じゃないんじゃないかな。すいませんね悪く言って。でもちょっとパッと言って目についたんで、はい、仕事でやらないやつが出世するってどこの世界もそうなんですけど、本当にどこの世界もそうなんですけど、でも成功者って大抵仕事してないですからね。努力はするけど仕事はしないんでね。すごい縮図を見た気がしますね。昔から悩みなどを人に相談することが苦手なのですが、どうやったら思っていることを人に話したり悩みを相談できるようになると思いますか。悩みを相談するのが苦手な
ことをここで相談してくれてるんですね。不思議な構図。悩み相談って、まあお金払って聞いてもらう以外ではね、された方も困るだけなんで、あの悩み聞いてくれたらこういうメリットがありますっていうのを先に提示した方がいいんじゃないでしょうか。カズレーザーさんの思ういい人生とはどんなものですか。なんかこういう質問に答えるだけで何人かの人が褒めてくれるのはやっぱいい人生ですね。すげえ楽ですね。わあ、世界史に出てくるカタカナを正確に覚える方法を知りたいです。カタカナなんかあんなん適当につけたんだから覚えなくていいと思います。ただまあ世界史のねテストで出るから覚えなきゃいけないんですけど、あの雰囲気で覚えるのがいいと思います。エカテリーナ2世なのかエカテリーナなのかエカチェリーナなのかとかすごいあるんですけど、あのどっちでも大丈夫ですよ。まあ点数欲しいってなったらねちょっと重要なんですけど、学生時代の学びと大人になってからの学び直しはどちらが重要だと思いますか。学生時代の方が若いので学生時代の方が重要なんじゃないかなと思います。大人になってから学び直しって言ってるので学べなかったっていうことなので、学生時代に学べてあれば大人になってから学び直す必要はないんじゃないかと思います。ただずっと学ばなきゃいけないのは基本的に変わんないんじゃないかなと思いますね。お金のへの執着を減らすにはどうしたらいいでしょうか。これはなかなか難しいんですけど、お金のない生活を続けるとお金ってやっぱ執着しなくなりましたね。でも周りに行くとお金がなかったからこそお金に執着しちゃうらしいんですけど、僕はもうそれでなくなりましたね。お金なくても幸せだったっていうのはやっぱどうしても大きいのかもしれません。10月で30歳になるんですが、未だに実家暮らしでこの周り同士の仲良く暮らし、婚期も遅れ、恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生への焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか。マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクト取れば簡単にお嫁には行けると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないですね。結婚ってのはただの制度なので。理科の勉強方法を教えてください。理科っていうジャンルでいいんですかね。まだ生物とか化学とか物理とかまだ行ってない、いわゆる理科っていうジャンルで言うなら本当にただの暗記科目なので、昔ながらの一問一答的なやつで十分いいと思いますね。本当計算部分は月並みながら生理食塩水の濃度ぐらいしかないので、それがいいと思います。目標がたくさんあるのですが、結局何からしたらいいのか分からなくて何もできません。しかも大体の目標が長期間にわたって頑張らないと達成できなそうな目標ばかりです。きっと他人より優れた能力を欲してるんだと思います。目標がありすぎることはやはり悪いことなんでしょうか。また対処法などはありますか。目標がありすぎることは全然悪くないと思います。問題なのは何も行動していないっていうことですね。とりあえず今、思いつくのを20個くらい書き出してください。でそれをあいうえ順に並べて一番最初に来たやつを達成できるまで、ここには書き込まないでください。私はやりたいことや楽しいと思えること、ものなどがありません。何に対してもあまり興味が持てません。仕事行って帰って同じルーティンの生活をして、ただなんとなく同じ毎日が過ぎていきます。はあ、このままで生きていていいのかわからなくなります。最高の生活じゃない？ご飯食べても美味しいと思わないですかね。なんとなく美味しいもの食べて、なんとなく涼しい部屋で、なんとなくゴロゴロできたらそれでいい気がするので、なんか満点に近い生活をしている気がします。仕事で少し注意されただけなのに一日中考え込んでしまい仕事に集中できなくなることがあります。どんな考えをすれば気にしなくなりますか。仕事に集中してください。他のことを考えて気晴らしされても職場は困るので仕事に集中しましょう、はい、注意はされるものです。ウィンウィンな関係になれるといいとよく言いますが、新入社員でも上司や取引先に与えられるウィンって何でしょう。営業成績だと思います。業績じゃないかな。小学5年と3年の子を持つ親です。下の男の子は漫画も読まないぐらい本に苦手意識があります。そんなので国語も苦手で文章題の問題なども理解するのが難しいようです。あーなるほど、文字を追うのがしんどいっていう人はいると思いますね。ラジオとか聞くのはどうなんですかね。しんどくないのかな。読み聞かせとかも苦手なのかな。そもそも言葉を追うのがしんどいっていう可能性もあるので、優しいその音源から入るのも手なんじゃないかなと思いますね。自分に自信を持つ方法を知りたいです。めっちゃいるねこういう人。やっぱそうなんだ。結果を出すことだけだと思います。結果が出てないんだったら自信は持たない方がいいです。それは過信なので。